はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介するのはセリアジェルを使った、水面ネイル、水面ネイル、なんと言ったらいいか分かりませんが、海っぽいネイルをしたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、では、早速やっていきたいと思います。なんとなくまだどういう仕上がりになるか分かんないんですけど、この4色を使ってできるかな、どうかなというところです。全然思いついてないんですね。これが水面のホヤホヤンとした感じを出せたらいいなと思ってるんで、ミルキーホワイトをとりあえず全体的に塗ろうかと思います。まあ最初のこれはそんな綺麗に塗らなくてもいいかな。まあある程度多少のムラがあってもいいけどぐらいの気持ちで。はい、じゃあ硬化します。はい、硬化しました。じゃあオリエンタルブルーとフローズンブルー、これを一緒に使っていこう。そうそう、オリエンタルブルーってやっぱちょっと弾くんだよね。濃いやつが弾くっていう情報を耳にしましたけど、はい、フローズンブルーです。どう、なんでだろう。で、今硬化せずにちょん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 と表面をなぞっててます。このなんだろう、滲んでる感じがいいかなと思って。だからね、綺麗に塗る必要はないですよ。表面を優しくちょんちょんしてにじませる感じで。はい、わ、いい感じ。もうちょっとここ、わ、思ったよりいい感じ。これで一旦硬化します。はい、硬化できました。綺麗。フローズンホワイトいるかねいるかねとか言って、フローズンホワイトなんかいらない気がしてきたのでのせるのはやめておきます。で、これはミルキーホワイト、これをこういう感じで斜めにのせていきます。はい、そこにベースコート、ベースコートをこのまま直接のせてぼかしていきます。ちょっと白のせすぎたな。せっかくの青が消えてしまうのがもったいないんでぼかしていきます。で、筆についたやつはキッチンペーパーでしっかり拭き取れば特に問題はないので大丈夫だと思いますよ。はい、このような感じでどうでしょうか。めっちゃいい感じになった。じゃあこれで一旦硬化していきます。はい、できました。さっさっさとやった割にはすごくいい感じにできましたね。じゃあこのままトップでいいんですけど、ちょっとねこうぼかした時に凹凸ができてるんで、もう一旦ベースコートを上にのせておきます。まあ、こうすると多少ですけどね、多少凹凸がこれでちょっと埋められるかな。水面と言いつつちょっと空、青空にも見えてきましたけど私は。あとはちょっと多少こう整えて、整えてこれで硬化します。ではこれでトップを塗っていきます。あ、でちなみにさっきの分離するってやつは何だっけな、なんか攪拌しっかり混ぜたりすると良くなるみたいなので、さっきちょっとねやってみたら確かに大丈夫でしたよ。振るだけというよりかはちょっとしっかりめにボトルをコロコロしたり、ちょっと振ってみたりって、しっかりめにやってみるといいかもしれません。はい、じゃあ硬化します。はい、できました。かわいい。水面を目指したんだけど、ちょっとなんか染めみたいな感じだったり、ちょっと空みたいな色味になりましたね。ここに乗せるか。はい、こんな仕上がりです。これかわいいね。これ何本もやっても良さそう。全部やってあってもかわいいけど、これぐらいだったら
で今回はフローズンカラーを使ってるのでちょっとキラキラしててなんか奥行きが出ましたね。その上に白をのせてるのであの予期せぬいい感じの仕上がりになりました。はい。でまあさっきも言ったけどオリエンタルブルーってやっぱ弾くんでなんか顔料が多いせいなのかなっていう情報もまあ聞いたけど、あのしっかり混ぜて攪拌すれば弾かなかった。ただ心配な方は使わなくてもいいんじゃないかなって思います。他のカラーのメーカー違いいいか悪いか問題はありますが、そういうので代用、他のやつで代用するというのも手かなと思います。はい。ただあの今回のアートに関してはあの特に全然この何やるこの何ていうのアートを作る工程に関しては全然問題なくとっても綺麗にできたので、このデザインはこのデザインとしてあの皆様の心に受け止めていただけると嬉しいです。はい。ということで今回は、水面ネイルやってみたんだけどなんかちょっと空っぽいネイルになりました最後まで見ていただきありがとうございました、いいなと思ったらチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。